軍事地理学は地理を軍事的な観点から研究する地理学の一分野である。軍事と地理の関係について戦争の指導者や指揮官は古来より作戦の実行のために戦場の地理的環境を理解する必要に迫られてきた。近世のナポレオン戦争においてはナポレオン・ドナパルトが近代の第二次世界大戦においてはヒトラーが ロシア遠征を指導する際に大陸製の艦隊機構という問題に直面した事例がある。またアントワーヌ・アンリ・ジョミには軍事地理学の重要性について次のように述べている。もし将軍が戦争の偉大な局面において成功者でいることを願うならば彼の最初の義務とは敵味方双方にとって相対的な優位と劣位について作戦が行われる。 地域を慎重に研究することである戦争、戦闘、局地的な交戦などのあらゆる軍事行動について地理的要因が及ぼす影響を明らかにすることが一般的な課題であり、軍事地理学はこのような軍事的要求に応答する応用的な地理学の研究である。例えば、攻勢作戦を実行する上で予想されうる敵の防衛線の位置となる地形。 航空攻撃を受けた場合に想定される軍事施設の被害、着上陸作戦を実行するために使用する海上交通路、基地間における交通路が持つ輸送力、心理作戦のための住民の価値観や文化的な背景、また軍事基地の配置と運用などが具体的な研究主題として挙げられる。軍事学の研究において地理的要因は常に考慮されており、 軍事作戦に必要な地形図を作成するための実測方法が研究されてきた。また、個々の地形の特性が戦闘にどのように影響するかについて断片的な教訓が書き記されてきた。しかし現代のような学問的な軍事地理学が成立したのは19世紀にアレクサンダー・フォン・フンボルトやカーベリッターによって独立した学問としての地理学が成立した後である。 ベルリン大学の教授でもあったリッターは、陸軍大学校で数年間の間ではあったが、地理学の教育に携わり、軍事学の研究に、体系的な地理学の方法をもたらした。そして、軍事地理学は、フリードリ・ヒラッツェルや、アルフレッド・セイヤー・マイハンなどによって、世界的な視野で行う地政学的な研究、ヨーロッパや、東、アジアなどの特定の地域に着目して行う。 軍事知識学の研究、そして各地の戦場における戦術学研究のための地形分析という研究領域を確立するに至る。軍事地理学の研究にあたっては自然地理学だけでなく人文地理学の知識も必要とされる。自然地理学で分析されている地形、土壌、植生、水系、海流、降水量、気温、井戸などの環境要因は 軍隊の宿営、人質追記、とか、補給、航空支援、海上支援の実行やその効果に直接影響を及ぼし得る。また、人文地理学で研究がなされている人種や民族、人口分布、社会構造、言語、宗教、産業立地、交通網、通信網などの人為的な要因は、軍隊の大反乱作戦、集落の占領、起立、 情報作戦、人道支援、民事作戦に影響が考えられる。このような問題に研究する上で、軍事地理学の研究上の主たる着眼点として、次の五点を列挙することができる。それは、ココアとしばしば略される最も基本的な軍事、地理的要素であり、それぞれ陸上においては平野を見下ろす山頂や、アイロなどの軍事的に重要な地形を指す金曜地形。 戦力の移動が困難、または、不可能な地形を指す障害、部隊の存在を秘匿するような密林、山岳、都市の地形の性質を指す偽装、隠蔽、カバー。アンドコンシールメント、警戒や射撃による攻撃が可能であることを指す、監視と異界、金曜地形に前進、または対却で使用する、交通路を指す接近経路の頭文字を取っている。 軍事地理学は扱う問題の規模から3つに大別することができる。第一に地形分析であり、これは戦術学的な観点からある局所の地域の地理的な環境を分析するものである。第二に地域分析であり、これは軍事戦略的、作戦的な観点から特定の地域の軍事地理について分析するものである。そして第三に 地政学分析であり、これは戦略的な観点から全世界の地域を含めた一般的な地理的環境を分析するものである。また扱う主題の内容から自然地理学的な領域と人文地理的な領域に区分することもできる。軍事地理学の考慮する事柄にはまず物的要因があり、幾何学的な位置、空間的な関係性、地形、水形、 土質、植生、海洋、気候、日照時間、磁場などが具体的には挙げられる。自然環境は軍事力の運用に重大な影響がある。例えば陸上戦力を作戦地域に展開しようと試みた場合に、まず問題として考えられるのは地形である。広大な平地では高度な機動力を発揮しやすく、また視界、社会を広く確保することも可能である。 しかし、山岳地帯の谷間で水はけが悪く、また気候が熱帯で植生が濃ければ、同じように前進するとしても、軌道の際に深刻な問題が発生すると考えられる。つまり、前進に要する経路の状態は劣悪であり、また地形が複雑で植生が濃いために視界を得ることや、部隊間の連絡や連携を維持することも難しくなる。 自然環境に存在する要因は複雑に関連しており、その影響は人文地理にまで広く及ぶ。文化的な要因も、また軍事地理学の分析対象であり、人口、社会構造、民族集団、言語、宗教、産業、交通網、通信網、軍事施設などがそれである。人間には複雑な社会を構築しており、その政治的、 経済的、文化的な要因によって形成される。特に人口は重要な要因の一つであり、人口構造、年齢集団、男女比率、都市形態などの特性が見られる。人口以外にも、文化、言語、教育水準、識字率、治安なども主に占領行政の観点から関連する事柄である。また資源も作戦に重要な関連がある要素であり、 特に戦略的な重要性を持つ一時的な産業資源は自然地理学的な要因に規定される。資源の利用、また平坦や行軍の観点から交通網も軍事的な重要性がある。道路、鉄道などの交通路や空港、港湾などの交通拠点は工業地帯や商業地帯と接続される。ありがとうございます。